はい、皆様こんばんは。ソニーショップ佐藤内中村康之です。2023年5月17日、本日、ライブ配信ですね。週刊佐藤内ボリューム14ということでさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。久しぶりの配信です。3週間ぶりになりますかね。ちょうどゴールデンウィークが挟みまして、ゴールデンウィーク明けがなかなかこのねライブ配信するにはちょっと難しかったということで、その日ねちょうどソニーの勉強会、そういう会があったんですよ。それでちょっと結局しなくてよかったなと思いました。もうとてもとてもできるような状況じゃなくて、こちらに帰ってきたのが7時半ぐらいだったので、そこから準備ってなかなかね難しいかなと思いましたので、久しぶりの配信となっております。ですね、まず本日なんですけれども、最近ね競馬の京都競馬場とか競馬のコンテンツを上げたところ、たくさんの方がご覧いただきまして、たくさんの方がチャンネル登録をしてくださっておられるという状況になってます。で、今回そういうのでちょっともしかすると競馬関係の方からですね来られてる可能性もあると思うんですけども、あれ完全に私の趣味の方でやってますので、今回週刊佐藤内では競馬の話はちょっとしないと思われますっていうか、多分できる余裕が全くなくてですね、ソニー商品の情報とか、あとそうですね、当店のイベントの案内をするだけで終わってしまいますので、ソニー商品にお興味のあって競馬がお好きな方もしおられましたら、そのまま継続して見ていただけるといいのかなというふうに思っております。ですね、毎度毎度ながらそのチャット欄の方は公開しておりますので、よければまたチャットの方を書き込んでいただけたら嬉しく思います。どうぞ、あ、前川さんいつもありがとうございます。こんばんは、どうぞよろしくお願いいたします。多分音声大丈夫ですよね。3週間ぶりにするとどうだったっけってなるんですよね。これはね、あ、音声 ありがとうございます。映像も多分いけてると思うんですけどね、なんかスマホで見たらね、スピードテストしようかな。配信の方はすごく出てるんですよ。アップロードが100メガぐらい、100メガ合ってるかな、100メガで合ってるのかな、単位が違うか、合ってるか、は出てるので、だいたい30メガぐらいあったら大丈夫なんですけども、受け側がちょっと弱いのかわからないんですが、私の見ているスマホではなんかすごく画質が悪くて、なんだろうな、画質がとにかく悪いんですよね。なんかこっちのちょっとダウンロードがどのぐらいかわからないんですけれども、多分大丈夫かなっていうふうに思います。あ、AK さんいつもありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いいたします。それでですね、今日めちゃくちゃ暑いですね。話が変わって申し訳ないですけども、めちゃくちゃ暑くてびっくりしてます。この部屋今ちょっとエアコン入れてるんですけれども、冬場の暖房以来のエアコンです。で、多分マイク拾わないと思うんですけどね、耳障りであればおっしゃってくださいって言ってもあれですけども、止めないんですけど、照明とかライティングとかって結構暑いので、ちょっと耳障りの点があるかもしれませんけれども、またもし感じられるようであればおっしゃっていただけたら、次から何かこう対策を施すとかできますので、遠慮なく忌憚なくご意見をお寄せください。あれね、忌憚なくとかって、あ、これなんか選ばれてるのだこれ、忌憚なくね、どうとかってよく勉強会の方とかでよく言われたりするんですけども、忌憚なくって言いながら割とこう言われたら、えみたいな顔される時嫌ですよね。ないですかね、最後の方になんかエゴ意見いただきますみたいな言いながらね、どうでもいいんですけども、あとビールがねとてもね美味しい季節になってきました。
うん、私もビール好きなんですけども、太らないように気をつけていきたいと思います。うん、どうでもいいことなんですけども、最近宅配の冷凍のやつ始めました。宅配の冷凍のやつ最近始めたんですよ。先々週かな。意外と意外なほどに美味しくてですね、あと糖質と塩分脂質もそうですけども結構抑えられてるので、ボリューム感はやっぱりないんですけども、体にはいいのかなと思いました。イソジーを超えた私にとっては何よりも体が資本ですし、あととりあえず変えるのが遅いので、レンチンでチンってぬくめて、あと後ろにパンとか冷凍のやつとか、ちょっとなんていうかな、思ってた社長像ではないんですけどもそんな感じでちょっと痩せれたらいいなとも思っております。ちょっと前置きが長いんですがそういうことで、明日はね早く帰らないといけないですよ。2回目の冷凍食品が冷凍宅配が届く日なので、冷凍物はねやっぱりね、いっぺん持ち出されてもういっぺん買えることもあると思うんですよね。なんかその間になんか品質が変わりそうな気がして、できたらその指定日に受け取りたいなというふうに思っております。はい、あとね、皆様ゴールデンウィークはいかが過ごされました？で、本当はこんな話をこれだらだらと喋ってる時間はないんですけども、今日はねゴールデンウィーク私はもう出かけなかったですね。ほぼほぼ周りで過ごしてました。最初の週末は京都競馬場でしたね。京都競馬場だったかな、そうかですね。天皇賞春を見に行きまして、いやちょっとね、すごく人が多かったです。あとは私がちょっと推してたお馬さんがちょっとね残念なことになってしまいまして、ちょっと残念だったなというふうに思っています。はい、それ以上はそのレースの方を見ていただけたら分かるんですけど、多分多くの方が一番推してたお馬さんがちょっとねちょっと分からなかったですね。あれもね、私も一口馬主っていうのをやってますけども、馬の具合って本当に分からなくて、騎手が乗ったら分かるのかなっていう感じですね。歩様がちょっとおかしかったみたいなことね言ってましたけれども、騎手の方がね解説でいつもより入念にそのウォーミングアップしてるとこが気になったみたいなことをねおっしゃられてますけど、元騎手の方がさすがだなと思いましたね。それで実際にまあ大きな怪我にはつながらず、無事にじゃないな、競争中止だからね、私の馬券はことごとくもう外れまして、とてもどこか遠く行けるっていうところではなくなったので、ただね爆買いをしたんですよ。めちゃくちゃ矛盾してるんですけどね、言ってることはね、どこも出かけず爆買いしております。例えばこれエクスペリアプロ Y ですね、シムフリーモデルですけれども、いつか買おうと思ってたんですよ。でスマートフォンっていつ買うかのタイミングだと思うんですよね。機種変にするにしても、例えばバッテリーが減ってきましたっていうのを買い替えもあると思うんですけれども、違う機種への変更のタイミングっていうのはいろいろあると思うんですが、私は値段がちょっとこう下がってきたタイミングで欲しいんですよ。最新機能そこまで求めてなくて、一世代前ぐらいでしたらもうすごく高性能じゃないですか、十分で。新しいモデルが出てきたりとか、徐々にこう在庫数とその需要と供給がなくなってきたらこう下げてくるじゃないですか、大体商品って。でスマートフォンは最近ソニー商品少ないんですけども、スマートフォンはそういうのがまだっていうかあるので、購入させていただきました。もともとが19万8000円スタートだったんですけれども、11万9800円で、ここに1インチのセンサー、1インチセンサーもどきみたいなの言われてますけど、まあ以上中に入っているのは1インチセンサーなので1インチセンサーって言いますけれども、のレンズが24ミリのレンズが入ってますけども、これがついて
エクスペリア1マーク3ぐらいの性能を搭載しているって考えたら11万9800円っていうお値段は、まあ、ここだけで3万円って考えたら、残りの分で一世代、まあ、二世代前になっちゃいましたけどもの、スマホが買えたっていうところで非常に気に入っております。良かったなと思ってます。あの写りの方はねブログの方でもう記事にさせていただきましたので、よかったらあのこのレンズを使った作例っていうか、どんな風に写るかっていうのはちょっとブログでまた見ていただけたらいいかなと思います。で、まあごめんなさいね、雑談がちょっと長引きまして、あのすいません、なんかラジオみたいになってますけれども、あのこのスマートフォンの世代からあの電源ボタンを5回タタタタってこう、今3回しか言ってますけど、タタタタタぐらいの感覚で押すと、なんか緊急通報みたいなのがね、あのつながるんですよ。つながるようになったんです。うん、それでなんかね、これ買った2日目ぐらいですよ、全然知らなくて、そのことをなんか紙1枚でも入れてくれてたらよかったんですけども、寝ぼけてて私ね、こうやってあのここら辺にこう置きながらこうね、あの枕元に置いて音楽を YouTube かなんかで再生しながら、 YouTube かな、音楽プレイヤーかな、流しながら寝るんですよいつも。うん、それで CM かな何かでこううるさいなっていうふうにね、そう、昨日即オフ、そう知ってたらね、知ってたらよかったんですけどね。で寝ぼけてて、多分テレビのリモコン感覚でわーってこう押したっぽいんですよ。で寝てるじゃないですか私自身は、もうなんかよくわからないんですけど、どうも押してたみたいなんですよ、5回パパパパパって。そしたらなんかどっからともなく、大丈夫ですか、大丈夫ですかっていうふうにあの耳元で聞こえるんですよ、枕元のところで、大丈夫ですか、大丈夫ですか、だんだん大丈夫ですかっていうぐらいになってきて、おそらく電話ですからスピーカーフォンじゃなくて、ここのあの耳に当てる音量でそれなりに聞こえてたんで、結構向こうの方はあの大丈夫ですかって言ってはったみたいなんですけれども、意味が分からなかったんですよ。で、あのここの表示の画面が、まあ、こんな感じの壁紙の色で、緊急通報みたいな書いてあるんですよね。えっていうふうに思うじゃないですか。でもうね、眠けてるってダメですよね、人間最低なことしますよね。切るって罰を押すんですよ、意味がわからないから怖いと思って。で半分寝てる状態ですから、そのままガクッとそのまま置いちゃったんですよ、ね、でその後そういう関係のところから電話とかはなかったんですけども、非常に失礼なことをしたんですね結果的に。で気づいたのが、なんと翌日のお仕事始めた夕方の5時ぐらい5時ぐらいなんですよ。そういえば昨日なんかあったよなっていうふうに思ったんです。例えば明け方に気づいたとか、その日の翌日朝にね、あそういえばかかってた、とんでもないことしてしまったなとか思ったりするんですけども、普通に朝起きて歯磨いて顔洗って髭剃ってみたいなことをして、で会社に来て仕事パチパチってしてて、よし次何しようかなと思った時にって思い出すんです。昨日あれ夢、いやじゃあ夢ちゃうよなって調べたんですよ。電源、スマホ電源5回とか言ったら緊急通報みたいなそうですよ、緊急搬送されなくてよかったですね本当にただ眠たかっただけなのに。でそれであのそのいろんなあの先人たちの知恵みたいなもので、あの無事に、無事じゃないな、やらかしてるからね、あのオフにしましたっていうお話です。新しいスマホ買ったらまずはオフにしましょうっていうのができたんですが、いやこれね
割とやらかしてる人いてはるんじゃないですかこれ。わからないですけども、ことなきを得たんですが、ただの痛手んじゃないですか向こうからしたらね。でもこっちからもう一回かけるっていうのもできないわけですよね。そういう部署にかかるわけですから。まあだから何分ぐらい放置してたらそれが本当と思って GPS かなんかでこう調べてこちらに向かってきてたかもしれないって考えたらゾッとするんですけども、はい。まあ、皆さんも新しいスマートフォンを購入されましたら、ちょっとそういうことがありますということで、ぜひ頭の片隅に置いていただけたらなと思います。伝えた。で、今回なんですけれども、ちょっと長いんですよ、すいません。ここまでがさらっといきたいと思います。本日のラインナップです。スニーなニュースをお届けします。新商品発表などの情報、それから当店のアビーマさん、こんばんは。便利でもある、そう便利なんですけどね、なんでしょうね、まあ魔が差した魔が差したっても変だな。ってことはご存知だったんですね皆様ね。ちょっとスマホあんまり知らないかもしれない多分処理しきれてないでしょうね、いろいろね、たくさんやることがあるからまあただ思ったのはやっぱりね、その機能がついたやつはちょっとメーカーさんの方で、特殊な機能がついたやつは紙1枚でもスマートフォンの中にスッと入れといてもらったらありがたいかなと思いますね、と思いました。本当になんかフレンドリー、ユーザーフレンドリーじゃないなって感じしますね。じゃあ気を取り直していきます。ソニーのニュース、新商品発表などの情報、それから佐藤イベント情報、中村遺跡のこれ買いましたってことで、この3本立てでお届けしたいと思います。ソニーのニュースなんですけれども、なんとですねこれおいおいと思うんですけれども、上 5列はですね、新商品ですこれすごいですよね。営業日数っていう意味ではゴールデンウィーク明けてから今日で8日目で、なんと、5機種発表されております。前回も一部の方から言われたんですが、勉強会になってますので、あまり興味ない方は離席してくださっても大丈夫です。ですがこの佐藤内イベント情報の時はちょっと変えてきていただきたいなと思いますが、時間はちょっと伸びるので未定です。まあ20分は大丈夫でしょう。20分は大丈夫だと思います。20分の間にちょっといろいろ用事を済ませてください。ということで、まずはお伝えするのはワイヤレスポータブルスピーカー。これもね、画像にするのもめんどくさいんでやめました。サイトホームページ見ながら行きましょう。はい、まず一つ目なんですけども、これがね発表されたのがいつだっけ、ちょっと待ってくださいね、カレンダー撮っとく。5月の9日の火曜日におそらく発表されているはずです。5月の9日に発表されたスピーカーですね。はい、これスピーカーね、知ってる方はまあいいんですけども、このスピーカー、これだけじゃちょっと分かりづらいじゃないですか。でこれです。このサイズ感です。一瞬なんかポータブルワイヤレスポータブルスピーカーって言ったらなんかちっちゃいイメージがあると思うんですけども、このサイズ感になってます。んで、もう一回戻すと
ウェナーがカチカチが当たってうるさいな。ちょっと一遍時計外そう。ね、これだけ見るとちょっと全然サイズ感わからないんですが、爆音スピーカーです。屋内外で活躍、広い場所でも響き渡るパワフルサウンドが魅力のワイヤレスポータブルスピーカー。ワイヤレスでポータブルですからバッテリーが内蔵されてまして、これ実機をもうね早くも触ったんですが見てくれの通りですね、非常に大きくて、一番のポイントはどこだ、重さとかどこになるの、重いんですよ。 18.5 キロあるんですよね。めちゃくちゃ重たいんですよこれで。ちょっと場所のつかみどころがないんで、梱包箱から出すときに一人じゃ無理でした。あ、一人でもいけるかな、反対側にひっくり返すとかね、強引なことやったらいけるかもしれないんですけれども、まあとにかく重たい安村さんではないんですが、そう、疲れた時に座れる、スーパーとかね行った時にこうコロコロって転がして、これ転がしていけるんですけども、転がしていって「あ、疲れたわ」って横にしてって座るって、いやもうそれだけで骨が折れる作業なんですけれども、そう、どこだその映画、なんかね、便利機能なのかな、あ、こんなイメージらしいです。お隣やったらちょっと困るんですけどね、こんなカタカタかパーリーピッポーな、なんかアメリカの感じで。でまだちょっとね、実機を聞いてレビューとかを書く途中なんですが、正直言うと音はねやっぱりいいです、いいです、良いです。体積ですから、所詮音物ってだと思っているので、やっぱり箱が大きければ大きいほど音質は上がるんですよね。でなのでいいんですけども、普通のお家というか、ここの場所で聞いたんですけども、この場所じゃ端に置いて端で聞くくらいじゃないと、アンプは内蔵でないのかな、途中で言ってもた、話先に戻しました。端と端で聞いて干渉してちょうど行けるぐらいなので、通常のお家の干渉距離で聞くとボワボワします、音が。そうで、アンプがどうっていうふうにビーマーさんおっしゃっておられますけれども、これね面白いんですけれども、これか、いろんな入力端子がついてまして、日本の家庭ではちょっと難しいかなと思うんですけれども、なんか法人向けに使いやすそうだなと思いました。マイク端子があって、あ、これだ、ごめんなさい、マイク端子があって、でマイク端子2個で、1つはギター端子なので、ギターアンとしても使えるっていうところですね。でマイクのエコーとかもかけれたりとか、キーコントロールついてるので、カラオケとかもできるんですが、どの層のカラオケかって言われたら、おじいちゃんおばあちゃんとかのカラオケ層ではない感じはするんですけども、まあ、若者がついてあげてここポチポチって押してやるとか、そういうそうですね、なんか法人向けには使いやすそうなイメージです。で外部入力とかもついてますよっていうふうになってて、持ち出しに便利な、キャリーホイールハンドル付き、これなんですけども、これがまさにコロコロ転がしてこう座れるっていうところだと思うんですが、これ分からないんですけど、品質のことって意外となんか怖かったです。使ってみてカーペット越しでもそんなに走行性が良くなかったので、屋外の例えば学校のグラウンドでゴロゴロ転がしてたらなんかやばそうな雰囲気はしています。はい、まあ、キャリーホイールそのものをでかくすればよかったんじゃなく、もうここまでのデザインでしたらね、しちゃえばいいのにと私は思ったんですけれども、はい。でまあ音はもう本当に迫力満点でした。
で、あとこのここはね、あのチカチカ光る機能がついてるんですけれども、これはねめちゃくちゃよくできてましたね。あの音に合わせて光るタイミング絶妙でしたね。あの頭脳でもついてるんじゃないかなっていうような感じの、あの自分のなんか意識とシンクロするというか、静かな曲だったら静かにふわーってこうフェードアウトフェードインしてくるし、8人やったらもうバチバチ光るしっていうところで、これは面白かったなと思いました。まあ、それぐらいなんですけども、で続いてなんですが、あ同じものが選んじゃった、極端なんですが、次非常にコンパクトなものも同時に発表されてます。 SRS の XP100 という、ワイヤレスポータブルスピーカーになってるのですけども、こちらの方はもう見た感じでもすぐ分かるんですが、こんな感じのね、あのいわゆる携帯性に良い感じのスピーカーになってます。色がねなかなかいいですよね。あのアクティブな雰囲気もあって、で肝心の音なんですけれども、この手のスピーカーを信じてない、もちろんあれですよ、あのハイレゾのね、あ岩崎さんどうもこんばんは、ドライヤーみたい、ドライヤーの後ろみたいですね、リア側みたいですね、ハイネスのところ、この手のスピーカーが信じられない、もう高級オーディオを使ってる方はちょっと置いておいて、なんとなく見た目がチャチそうなので、どうも牽引するって方にはちょっと試して聞いていただきたいです。あの音はあのかなりいいと思いました。音質っていう意味ではどうかわからないんですけれども、良くなるっていう感じですね。良くなる、小さいあの音でもちゃんと私の意見なんですけども、意見感想なんですけども、評価、どうでいいんだろうな、音がいい定義っていうのはちょっと難しいんですけども、人ってこう自分の、まあ、環境もあると思うし、どこから入ったとかっていうのもあると思うんですけれども、小さい音でも全体の音がしっかり聞こえてくるっていうのが私がいいなっていう思う音の定義なんですけども、自分なりの、これは結構それを満たしてくれてるなっていうふうに思いました。それでそうだ、これ切り替えの忘れちゃう。それでこれはね、あのホームページの方でもレビューをもうすでにアップしてるんですけれども、こういうね、あの丸型デザインなんですが、円形のスピーカーじゃなくてこう非円形、ちょっと三角形に近いような感じの非円形のものが入ってるっていうところが特徴で、XB10 によし、じゃあこの XB100 に買い替えましょう。いいですよ。まあ、それもね、いいですね。XB10 にね。XB10 にもいいですけど、これさらに良くなってます。で、まあ、これを採用することによって、あの高音が結構クリアに聞こえるようになったっていうふうになってるんですが、ちょっとそれは分からないんで、あの比較の対象はちょっとなかったんですけども、シンプルにいいなっていうふうな感じです。でお風呂でも使える防塵防滴ですね、機能がついてて、まあ、このあたりいいですね。これがねめっちゃいいです。2個買ってくださいって言いたくなります。てか2個セットで売ってくださいって言いたくなりますね。ソニーさん1000円引きでいいですから2個セットで売ってください。あの2個セット使うとあのシンプルにあの1個でも結構いいことなんですけど、2個使うことによってステレオ感出ますし、まあ、ステレオ感になるんですけれども、1個でしたらモノラルなんですがステレオになりますし、部屋の端と端に置けるっていうのがこのワイヤレスポータブルスピーカーのいいところだと思うんですけれども、部屋と端と端のちょっと高めのところに置いてあればもう部屋中音に満ち溢れるのですっごい気持ちいいんですよね。でこれ自身が高音低音ともによく聞こえるので、
なんかもやっとしないんですよ、あの気持ちが。これ2個ステレオペア機能で使うことを非常に強くお勧めしております。例えばね、アウトドアで使う方が1個買うとするじゃないですか。それもいいんですけども、例えばご夫婦でお使いの方でそれぞれなんかこう1個ずつ持ってる場合は、お家にいてるときはペアで使ってそういうのを楽しむっていうのもいいかなというふうに思います。カラーバリエーションもね、オレンジとかブルーとか、白とか黒だけじゃなくてこうカラフルな感じなので、白もね結構こうマットなグレーに近いような白なので、こんなのも結構おしゃれかなっていうふうに思っています。はい、まずこれで、まあ、2つが紹介し終えたところなんですが、続いてはエクスペリアの スマートフォンですね。エクスペリア1マーク5っていうのが発表されました。こちらが5月の11日だったっけですね、スピーカーの翌々日ぐらいですね、発表されております。エクスペリア1マーク5なんですが、珍しいことに初めての試みと言ってもいいかもしれないんですけども、キャリアモデルとシムフリーモデルが同時に発表をされました。これ非常に珍しいことなんです。だいたいキャリアさんから何かがあったのか分かりますけど、発売日そのものは若干ちょっとズレがあるかもしれないんですけれども、発表そのものがドコモ、ソフトバンクとか au とかね、あるじゃないですか、キャリアとかと、あれとシムフリーモデルが同時に発表されたっていうのはかなり、まれなことだと思います。これからもしかすると標準化されていくかもしれませんけれども、当店で取り扱いできるのはシムフリーモデルなので、いつも出遅れてたんですが、キャリアモデルに対して、堂々とこうシムフリーモデルも予約できますよって言って言えます。まあ、実際は予約はまだ始まってないんですけども、7月中旬以降に発売予定となってまして、おそらくそうですね、1ヶ月から2週間前には受注が始まるのかなって思ってるんですが、ちょっとわからないんですが、発売価格も販売価格も今のところちょっとわからないです。で、商品の特徴、主な特徴なんですけども、カメラの進化ですかね。カメラの進化が大きいのです。はい。で、ベースは Xperia 1 Mark 4 からの進化版っていうところで、ざっくりはスマートフォンとしてはそれほどな超絶な進化とかはないんですけども、カメラの進化がかなりすごくて、ここですね、どこから見ていこうかな、これで分かりやすいかな。三眼レンズも大体これ普通のスマートフォンの標準的なもんですけども、三眼レンズになってまして、16mm、24mm、85から125のこの超広角広角標準抜けての望遠っていうレンズ構成になってるんですが、これもね実は前回モデルと同じ、前回モデルというかしな、併売している1-4と同じなんですけれども、この広角レンズに注目が集まってます。この広角レンズはですね、はい、新しい構造の大型センサーっていうのを積んでまして、全機種比較、 Xperia 1 Mark 4と比較して約 1.7 倍に大判化した新開発の2層トランジスタ画素積層型 CMOS センサーって書いてますけれども、要は新しいセンサーを、大きめのセンサーを搭載しましたっていうところで、より多くの光を取り込めて高感度プラス低ノイズな撮影を実現しましたっていうふうになっております。要は画質が綺麗になりましたよっていうところです。実際見たいんで分からないんですけども、作例を見る限りは綺麗そうが、これが 24mm 側についてまして、面白いのが、24メガ記録するんですね。でそれを何でしたっけ、
よく忘れるな、ピクセルビニングでしたっけ、それで1画素ね、こう1画素を4つに分割して1234って記録して、それ1画素なんですけれども、それが、RGGP かな、その配列でそれぞれ色を取ってて、うんってして1画素で記録してて、何万画素っていうふうな呼び方をしているんですけれども、今まではこれが1だったんですけれども、これを4で読み込ませて処理のところで1に落とすっていう、なんかちょっと難しいことを言ってますけれども、そういうセンサーになってます。それが 1.7 倍大きくなったやつ、これがこうだとしたら 1.7 どうなるんだ、このぐらい、ちょっと指ちっちゃめでいかなくんか、こうだとしたらこのぐらいのものが、ここの部分に搭載されましたと。でちなみにここは大きいセンサーではなく、この24ミリ広角のとこだけそういうのが入っているっていうところですね。で画質に非常に期待が持てるっていうところになってます。あと望遠側は変わらないんですけど、広角ズームレンズを搭載しているっていうところで、面白いのが広角ズームレンズを搭載してます。でセンサーがでかいです。これはまあまあまあ超広角なんで置いておいて、こういう機能が、普通の、普通じゃないな、フラッグシップモデルですけども使えるっていうところが、とても魅力的な、スマートフォンになっているということです。それからあとはそうですね、カメラの機能がとりあえずかなり良くなっているので、これは実機早く触っていろいろ見たいなと思ってます。あとね、そうだ、商品レビュー機能っていう、Vlog カムについた、例えばこうやって、これは奥出雲、見えないですけどごめんなさいね、奥出雲オロチ号のデザインが施された、ジェットストリームっていうペンなんですみたいな説明するじゃないですか、こうやって。でこうするとここにピントがシュッてやってくれて、戻すと顔にシュッてこう泡で、いわゆる Vlogger とかその配信者向けの機能なんですけれども、それが初めて搭載されたりとか、あとクリエイティブルックが搭載されました。VV とか SH とかそこら辺のものもついてるっていうところで、カメラを楽しみたい方に非常にいいものなのかなと思ってます。で逆にカメラ特に興味がないし、まあ性能ちょっと落ちてもいいかなっていう場合は、 Xperia 1 Mark 4 が非常にお買い得になってるんですが、あとそうだ、バッテリーがね持ちが良くなっているとか、いろいろと実際に使ってみないとわからないところがあるんですけど、放熱問題とかが改善されているそうです。はい、そんなとこかな、これに関しては。これはね深掘りすると非常にね大変なんで、このぐらいにしておきましょう。また実機の方は、店頭の方で多分置くと思いますので、また見に来てください。あと途中経過等々もまたご連絡したいと思います。まあ、音も良くなってるらしいですね。はい、で続きましてはこれ、トップに来てない、空間再現ディスプレイ、ELF-SR2 という商品なんですが、これをコンシューマーで出してきたなっていう感じですかね。以前からソニーストアさんとかのショールームで、ちょっとお茶飲む。はい、ソニーさんのショールームとかで置いてた参考展示をしてって、ちょっと見られた方もおられるかもしれませんけども、平面ですけども立体映像に見えるっていうようなディスプレイが商品化されて出てきました。これがね、12日だったかな12日ですよ。だから、9日11、12、3日間で4商品が出てきたって感じですね。先週ね、ゴールデンウィーク明けは。んでこれがどんなものかというと、4K の公式空間再現ディスプレイということで、
言い方が正しいかどうか分からないんですけれども浮かび上がってみるこれ難しいよな、難しい、これ流しても大丈夫かな。前なんか前ねソニー公式の YouTube 動画を流したらなんか著作権侵害みたいなののメッセージが来てドキッとして、多分音源だと思うんですけれども、まあいかは流さなくても、まあ、これでいこう。あ、こういう表現使っても大丈夫なんだな、まるでそこに実物があるような 3D 空間映像を浮かび上がって見えるっていうところですね。こういう例えばそのコンピュータグラフィックで立体物を作っている方にとってはイメージできるようなもの、医療の現場とかで臓器とかの、写真画像とかをこう 見ながらここの細胞をうんたらかんたらとか、そういうあの、正直なところ民生機での販売ですけども、業務用みたいな感じのものになってます。お値段は業務用って考えたら意外と安い55万円税込みですから、まあ、50万ですよね。50万でこういうものが買えるんであれば、そうコンシューマーでね使うとかちょっと想像できないですけども、例えばお医者さんとかでこういうのを使うっていう意味で考えたら50万円はどうなんか安く感じちゃうっておかしな話かもしれないですけども、今最近何でもね高い時代ですから、高価な時代ですから、この値段で出せるんだって逆に私はちょっと思ってしまいました。まあ、これはねそんなに語ることがないんですけども、こういうあの医療用データや建築データなど専門的なコンテンツに対応したさまざまなアプリがもう用意されてるんですよ。だからアプリ入りでこの値段とかなので、ああそうですね、 3D プリンターと一緒に使えばね面白いかもしれないですよね。あとこういうふうなショールームで物を置かずにあの展示するっていうこともねできたりとかするので、このチラの商品は全てあのお取り寄せになりますから在庫抱えなくてもいいわけですからね。こういうジュエリーとかだったらその非常にお店さんとしては負担が減るのかなと思ってますけれど、あと車のデザインを作ったりとかね、まあこちらの方は、ソニーストアさんの、ちょっと待てよ、どこだっけな、商品トップ行けばいいか、ソニーストアさんのショールーム、ここだ、5月13日もう先週からの、土曜日からはですね全国で一応展示されているので、まあ、あの体験がてら見に行っても面白いのかなというふうに思います。んで、次が私が最後かな、これだな、あそうだ、これはもう緩くいけるな。 VlogCAM ZV-E10 のダブルズームキットっていうのが発売となりました。今まではボディのみもしくはパワーズームレンズキット、こちらの2点だったんですけれども、ダブルズームレンズキットっていうのが、加わってます。でこちらの方は機能かな、なんかもう情報が多すぎて書いてる方がわけわからなくなってるんですけど、どんなことやねんって感じですけど、重たい、いけるか、記事にしてます。まあ、レンズキットが圧倒的にお得、 ZV-E10 シリーズのこちらの方の価格調査をしてみましたっていうところです。パワーズームレンズキットなら単品で買うよりも24,409円お得であるとか、ダブルズームキットなら35,699円もお得になりますよっていうところになってます。単体購入すると
どんどん値上げしてますからレンズが高くなってるんですね。16万369円に対して12万9800円ですみたいなことをね、こう通販だったら言うかもしれませんけれども、非常にあのキットで買った方がお得っていうところで、なんかね Vlog イコール望遠ズームレンズっていうのはなんかイメージができなかったんですけども、やっぱり要望は多いんでしょうね。うん、だから Vlog じゃなくてどちらかっていうと、これはまあお子さんの成長記録とかもあると思うんですよ。だからビデオカメラに代わるものとしてこの Vlog が需要があって、きっとこのレンズ付きないのっていうのは結構言われて、レンズ付きやったら望遠ズームレンズ付きやったら買うんだけどなみたいなこと言われて、多分商品化したのかなっていうふうに推測はできるんですけども、12万9800円でカメラとレンズ2個ついたらなんかすごく安いような感じしますよね、やっぱりね。で、バッテリーも1本ついてきますから、昔のねハンディカムってことを考えたら非常に安くて、昔はあのカメラとバッテリーアクセサリーキットっていうのがあって、チャージャーとバッテリーが別々やったんですよね。まあだからあのいろんな電気屋さんとかは苦しむわけなんですけども、単価が下がってきてしまって、それで一式で30万ぐらい、まあ、消費税がない時代から私は仕事してるんですけれども、この佐藤さんのお世話になってるんですが、あの大体30万円ぐらいだったんですよ、ハンディカムとバッテリーとアクセサリーキット買おうと思ったら。で付属あのおまけでケースをつけてあげるよみたいなことをやってたんですけれども、あの時は良かったな何の話やねんって感じですけど、これ12万9800円でこれで売ったらね、えその労力をだから 2.5 倍ぐらい使うんだなんですよね、一人の接客に対してね。大変だ、もうなかなか景気が良くならないわけだという気がするんですけども、これはですから ZV-E10 を購入を検討されている方はレンズ付き圧倒的にお得で、しかもそこにダブルズームキットが出ましたよっていうお話になりました。はい、はい、で続いてなんですけども、ソニーのニュースっていうところでは、今朝ですね、いつかは分かりませんけども、ポコッと発表されていた新商品の発表予告がありました。新 Vlog 株のティザーが出現しています。ああもうこのね Vlog 株のね新商品このティザーなんですけども、毎回同じこれ毎回同じやからもう既視感がすごいんですけども、でオールフォーブロッギングっていうんですかね、ニューカメラ、全ては Vlog のカメラに新しいカメラ、2023年5月23日、23日火曜日23時、日本時間で発表されますよっていうことが、テキストとともに発表されているってところですね。まあ Vlog カムっていうふうに言ってるのは Vlog カムですし、今ソニーの Vlog カムは、4ラインナップ展開です、ただ今あの皆さんでご覧いただいているこの使っているカメラは ZV の1というカメラで、Vlog カメラの、初号機になりますね。ズーム付きです、光学ズーム付き。それから私が喋ってるよりもお見せした方がいいと思うのでこれでお見せしますけども、これですね、 ZV-1、 これがね2021年ですから相当相当ではない前ですね発表されまして、次 ZV-1F、 これが昨年の秋に発表されている単焦点のコンパクトデジタルカメラタイプの Vlog カムで、 Vlog カム ZV-E10、 先ほど紹介しましたレンズキットが、ね、出ましたよって紹介させていただきました Vlog カムなんですけども、 APS-C センサーを搭載して、これは一昨年の秋かなに発表されたモデルになっ
てます。それから最近発表された ZV の E1 フルサイズセンサーを搭載した Vlog カムっていうところで、このラインナップにさらに埋めるって言ったら何だろうって想像した時に、わからないんですけど、ああしまった、消しちゃった、わからないんですけど、あれどこ行っちゃった、わからないんですが、多分年式的に考えたら ZV-1 の後継機なのかな。でもこれ大きく見たら違うな、これこれえこれなんだ、これスイッチ、右手にシャッターボタンが来るから、あでもごめんなさい、なんか独り言みたいに言ってますけど、今 ZV の位置を先ほどの中のレインボーな背景のところにこうティザーの、ページですね、レインボーな背景にシルエットが載ってるんですけども、それとそこに今私を映し出している Vlog カムをこう 見るとですね、形状はね若干違うんですよね。例えば三脚穴の位置とかがちょっと違うとか、あと これは多分ズームレバーだと思うんですけど、若干上に出っ張ってるとか、でもやっぱこれ絶対 V1 の後継かなと私は予想しました。おそらく23日の火曜日まではちょこちょこリークしていくと思います。 Vlog カムっていつもそうなんで、ちょこちょこ VV パーツパーツごとにこうなんかリークされ、私はリークさせてると思ってるんですけども、ソニーさんの人間じゃないんでそう言ってもいいと思うんですけども、これ RX100K な Vlog カムですから ZV-1 かなと思うんですけれども、ファインダーはこのつるんとしてますから多分ないと思いますんで、これが電源かな、いや電源ズームレバーかな、電源は多分このモフモフの下に隠れてると思うんですよね。モフモフ下隠しって言ってるんですけど、ね、あそう Vlog がもう多すぎやんで、ほんまそうですよね。まあ、日本人も早く Vlog をってとこかもしれないですけども、まあスマホが便利だからなってとこもあると思うんですけどね。ただやっぱ画質は綺麗ですね、やっぱりね。1インチセンサーとセンサー、RX100 の系統の Vlog かなって私は思ってます。ZV-1 の後継かなっていうふうに思ってますが、23日の11時発表されるんですが、私23日ちょっと出かけてるので、23時帰ってこれるかな。ちょっと微妙なんですけども、まあ、帰ってきてもし書けるんであれば記事にしたいと思ってますし、24日がライブ配信またしますので、その時にいろいろお話をしましょうというところです。はい、では続きましてなんですけども、多いでしょうこれ、新商品ソニーのニュース、たった10日でこんなことなんねんなと思いました。いやこれか、そう、あとは次おめでたいお話です。 α7R5 なんと2023年のカメラグランプリを受賞しましたっていうところですね。これすごいです、これは素晴らしい、カメラグランプリ取りました。お持ちの方おめでとうございます。本当にね、カメラグランプリはやっぱりね、カメラグランの中のグランプリですからね、これはね嬉しいことですよね。でこれちょっと先ほどニュースになってきたんで、私がまとめる前だったのでちょっと見てみましょうかね。アルファのとこ行ってかな、どこだ、商品を探す、ここから探すか、もう反映されてるのかな、あそれかあれか、アルファの中のサイトの一番下の、ごめんなさい、ちょっと画面がわーわー動いて下調べをしてなくて、あここに載ってないんや、あこれこれこれここだ、
アルファ1アップデートしてないな。はい、最優秀賞である大賞を受賞しました。前年度1年間に日本国内で発売された新商品、新製品から各賞が選考されます。シールの中から最も優れた1機種が選考員を務める専門家で47名の投票によって大賞が選定されますというところで選ばれたのが α7R5 というところですね。このやっぱり AI プロセッシングユニットですね。あとオート、これコメントですから実際使われた方のコメントなんですけれども、オートホワイトバランサーの色再現性向上、手ブレ補正が強化されてます。まあそうですね、これは大きいですね。手ブレ補正の強化で高解像機のポテンシャルより幅広く上手にやはるな。そうなんですよ。で、背面チルトモニターですね、4軸マルチアングルモニター、液晶モニターといった静止画動画双方の要求を満たすスタンダードを提示したというコメントで寄せられたというところですね。で、これのこれに伴って、ソニーストアさんで体験イベントが行われるらしいんですね。で、そこに、参加するとなんか記念品がもらえるそうなので、あの予約してからね、そこで体験するという記念品もらえるそうなので、ぜひあのお時間ある方はあの何かもらってください。どんなものかは知りませんけれども、いやこれカラメラグランプリは結構ねソニーが取ってるんですが、ライバルも増えてきてますので、あここだ、カメラグランプリの、一眼カメラに限っての選出に関してはこの R がねほんまに強いですね。 R2釣りはなくて、あ、7R、これ共食いしてるんちゃうかな、ちゃうかな、ちょっと覚えてないですけどもね、R4R5 が選ばれてるって感じですね。でこれ、2019年、2022年だけ撮ってないだけで、もうほぼカメラグランプリを撮ってるってところですね。私も α1 持ってるので、あの非常に撮った時はやっぱりね、自分のカメラが撮るとすごく嬉しく思いますよね。カーオブザ、オブザイヤーみたいなもんかしらみたいな感じですけども、はい。ということで、わあ1時間過ぎちゃった。これだけで20分離席とかレベルじゃないな。で続いていきます。続いていくのが、里内のイベント情報をお伝えしたいと思います。ちょっとお茶飲みます。はい、里内イベント情報をお伝えします。これもまた盛りだくさんですけども、今日は9時で終わろうと思ってた計算って何なんやろな、これ。いやびっくり。はい、ちょっとじっくりちょっと読んでみてください。自分が読むよって。ブラビア2023年モデル、最新モデルですね、の特別体験会インストソニーストア大阪っていうのを開催します。これ昨年開催したものと同様なんですけれども、ブラビアの新型モデルを、いろいろアテンドさせていただきまして、ソニーストア大阪さんで体験していただこうっていう会を、開かせていただきます。それから、撮影セミナー的なところもやりまして、アルファで写した春の写真見せてください YouTube ライブみんなで作品解消会というのを開催させていただきます。1個ずついきましょう。まずこれカレンダーもしねお持ちでしたらちょっとご用意をしていただきたいんですけれども、この日もしよかったら来てくださいっていうようなイベントを今からいくつも紹介します。ブラビア最新モデル特別体験会 in ソニーストア大阪、ソニーストア大阪さんの全面協力を得まして、ソニーストア大阪の場所をお借りしまして、2023年6月18日日曜日に1日3回のツアーを実施いたします。各組5組、計15組様の参加募集をさせていただきます。詳細についてはですね、これからちょっと打ち合わせをしていきますっていうところもありますので、ご案内するんですけれども、基本的にはソニーブラビアの最新モデルを使ってどんなことができるのかっていうのが基本メイン
ストリメインストリームじゃないな、メインのことになってます。春、ああそうそう春なんですよ、夏の写真ではないです、それはまたお話しますね、ソニーストア大阪さんでそういうことをしますっていうところです。前回は、まず最新モデルどんなものがあるのかっていうところと、その実機を使って、シアタールームで、いろいろ映像を楽しんでいただいて、最後は、全モデルをみんなでこう眺めるっていうようなことをしてクロージングっていうことをしたんですけれども、そのような多分流れになるのかなと思ってますが、もっと噛み砕いてもっと分かりやすくしたいなというふうに思っています。これはあの弊社の上谷の方が企画しているんですけれども、あのもっと噛み砕いたものでやっていこうということは、あの、ソニーさんの方とも一緒にお話をしているので、画質が綺麗、映像が綺麗、音が綺麗とか、でソニー独自のうんたらかんたらというよりも最近のソニーあテレビ事情も知ってもらいつつ、意外とね知らないんですよ、あご存知じゃないか多いんですよ、テレビってね、あの関心事の一つじゃなくなってるんですよ、テレビというのその商品自身が。あのもうすでにお使いの方はご存知だと思うんですけども、音声検索ってあるじゃないですか。例えば花火の動画を探してとか言ったら、花火の動画をスマートフォンみたいに探してくれるっていうのだけで、実はほとんどの方は知らないんですよね。でどこまで検索ができるのかとか、あとはあの最近シビアになっている消費電力の話とか、そこら辺もちょっと掘り下げてやってきてますので、あのリアルにあの最近のテレビ何ができるのかっていうのを知りたい方にはとてもいい会になるようにしたいと思ってますので、よければ6月18日日曜日、最新モデルよりちょっと前のモデルをお持ちの方でもいいので、あの来ていただけたらいいかなと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。これまず一つ目、二つ目ですけれども、アルファのセミナーを行います。アルファなんですが、アルファ呼んでいきます。夏季集中アルファ講座、思いを乗せて撮る、思いを乗せて現像、稲葉正文講師によるものを行います。全2回になってまして、計200分のちょっと長いんですけれども、アルファとフォトショップ CC を使ったセミナーになってます。参加条件としましては、アルファをお持ちの方、それからアドビフォトショップ CC が入ったパソコン持参されるのが、マストとなっております。何をするかっていうのはロー現像なんです。でソニーさんであのロー現像とかの講座とかも稲葉さんされてるんですけども、僕が思ってることができないっておっしゃられるんですね。まあ、要はソニー縛りっていうのがありまして、イメージングエッジを使って現像とかされるので、じゃあ佐藤さんのことやりませんみたいなことで、あの例えばこう稲葉さん自身もあの佐藤さんでやらせてくださいって、私もやってほしいというふうに思ってましたので、まあ、それの、両方がうまいこと言ったっていうところで開催に至ることにしました。でどんなコンテンツにするか、ざっくりフォトショップ CC だけをやったのが面白くないなと思いましたので、また詳しくは、ブログの方でも書かせていただくんですけれども、まずは写し方、そこであのクリエイティブルックを使ってこういうふうなシーンではこういうふうに撮りましょうみたいなことを稲葉さんご説明されるんですけれども、それがまず1限目で、2件目は、稲葉さんの作品をロー現像し、ご自身がロー現像し、こういう写真に持ってくるのはこういうふうなことをしましたよってことを、フォトショップの、カメラローを使ってされるっていうところです。でそこで宿題が出されます。ご自身で撮ったやつのビフォーアフターを次回の時にお持ちください。で次回の3件4件で、それをもう少しこうしたらいいですねとか、あこれも言うことはありませんとかいうのをやってもらえるっていう授業になってます。で、そのタイミングでアルファを使ったレンズの作例とかも一緒にご紹介させていくっていうような内容になってまして、7月の頭の日曜日、7月2日と、8月末の、日曜日、こちら1限2限3限4限、12時スタート組と15時スタート組に分かれてやっていきます。で定員は6名、ちょっと少ないんですけども、これはもうあの生徒さん全員満足していただくには 6人が限界かなっていうふうに思ってまして、他人数にすると
ちょっとね、なんだろうな、もう少し時間が必要かなと思いますし、まあ、6名ぐらいで、目配りもできますから、この人数にさせていただくことになりました。で、参加費用はもうかなり抑えていると思います。一見高そうに見えるんですけども、200分ですから1回50分かけるの4なので、分割すると、消費税込みですから、1回あたり2000円でプロから襲われるということで、非常にお得っていう方はあれなんですけどもかなと思いますので、ぜひぜひまた参加させていただけたらと思います。ちなみにこれは今回の YouTube 配信が初出になってまして、YouTube 以外今のところ言わないようにしています。ですからブログが急にポンって乗っかって、そこからスタート、要は YouTube ご覧いただいている方への特典という意味で一応やってますので、ライブ配信を見ていただく方の特典と思ってますので、もし受けたいと思う方は速攻申し込んでください。すぐ埋まると思います。この辺りはですから、もうそうですね、自分自身で言うのもちょっとこそばいんですけども、私のサービス精神も多分たくさん入れてやっていくと思いますので、なんだろうな、きっとお得に感じいただけるかなと思います。8月27日かな、何かありましたっけって、一応こんな感じです。なんかご都合が悪そうな感じのコメントが入ってるんですが、すいません、この節の問題がありまして、ちょっとこの日で設定させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。なかなかね、2回例えば7月2日次の日曜日、8月27日前の日曜日っていうふうに4回に組むと、ちょっとね、先生のちょっとこのタイミングとかもありますので申し訳ございません。何かご都合合わせていただけたらなと思います。1限2限で、でもそうするとね、もったいない、もったいないんですよね。もったいないし、これセットのパックなので、まあちょっと相談させてください。相談させてくださいって、ピーマンと私の間でですけれども、はい。ということで、夏季集中アルファ講座はこちら以上になります。で、続いてもう随分先の話なんですが、撮影会を秋冬行います。こちらですね、プロカメラマンの高橋さん、そちから吉村さんにお越し、プロの講師としてお務めいただくものを開催いたします。10月から12月上旬の期間の日曜日に開催します。で、そうですね、競合するところといえばちょっとアルファアカデミーさんなんですけれども、それより先に告知しようと思ってますので、スケジュールちょっとわからないんですけれども、日曜日、当然高橋さん、吉村さんのご都合の、良きタイミングで、入れますので、決まり次第もう早めにちょっとご案内していこうと思いますので、またこれもカレンダー一緒にまるっとしていただけたらなというふうに思ってます。ちなみに前回その前の夏季集中アルファ講座なんですけれども、5月24日の水曜日の18時からブログで受付をしてますので、こちらの方もちょっと忘れずにチェックしてください。先行してちょっと申し込んでくれへんけど、ちょっと今回はなしにしようかなと思ってます。ちょっとアンフェアな感じはしますので、よろしくお願いします。はい、で最後なんですけれども、アルファで写した春の写真を見せてくださいということを行います。前回は、春の時期に冬の作品を見させていただきました。今回は、春の写真になります。6月14日水曜日に放送をいたします。お一人様一作品にしようと思ってます。前回岩崎啓二さんにゲストでお越しいただきまして、もうちょっとバスがないっていう時間までやってしまったので、2作品でもそれだったらもう一作品を余裕を持って紹介する方がいいのかなっていうふうにちょっと思いましたので、お一人様一作品でご応募ください。で、募集開始は5月25日の木曜日夕方から、また、ご案内します。詳細はその前日ですねのライブ配信、か
翌日のブログ記事でご案内しますので、まあ、いつものギガファイル便を使ってとか店頭に持ち込みとかになると思うんですけれども、こちらの方もぜひご参加いただけたらいいかなっていうふうに思っております。はい、ということで里内イベント情報、これね、正直言います、ソニーフェア、サマーフェアとかオータムキャンペーンとかいろいろやると思うんですけど、その販売の方の反則っていうのをすると思うんですけれども、里内のイベントはもうこれで、おそらく、私の個人の何かっていうのはやるかもしれないんですが、これでもう2023年スケジュールは多分いっぱいになると思います。あ、もう一つねやることはあるんですけれども、それはちょっとまだ告知できないので告知しませんが、春の写真がない、そうですか、そう、前川さんはありますよきっとあるはずですよ。でも春はね忙しいって方が案外多いですよね。まあ、春を感じればいいんで、よろしくお願いいたします。はい、でそうそう、でこのイベントなんですけども、ほぼほぼこれで、2023年は終わりだと思っていただけたらいいかと思います。もう一つちょっと言えないものはビッグなイベントがあるんですけれども、今チャット欄に書きたい方もおられるかもしれませんけれども、参加者の方で、まだそれぞれちょっと秘密にしておいてください。はい、これね、吉村礼一さんは初めてですけれども楽しみにしております。まあ、高橋さんも非常に楽しみですけれども、はい、で一番最後のコーナーです。中村康之、私のこれ買いましたっていうものをちょっとね紹介させていただくコーナーを毎回作ろうかなっていうふうに思っています。これ買いましたというのが、こちらです。じゃじゃーん、これ買いました。おい、キンバーケーブル社との協力で開発された発信網構造の、ヘッドホンケーブルでございます。はい、こちらパッケージ持ってても意味ないかな、ヘッドホンケーブル、この網のやつですね。これ欲しかったんですよね。ちょっとね、買うのをためらってたらいつまでか販売が終わってまして、ただこの M112SB2 ってなってるんですか、要は2型なんですけども、2型で購入できました。いや買っちゃったよこれ、26,400円もするんですよこれ。まあ、AV クーポンとかあるかで、あとそう ラッキー賞はこれで買ったんかな。だから、エクスペリアプロ Y も買ってこれも買ってるから、まあそこそこの買い物なんですけども、これねこういうなんか。こういうやつです。こんなやつ。またね、これすごいな、合うんだなこれ。よくこんなやってますよ、こうやってね。こんなしなくても合うんですけど。これまたブログの方でね、感想とかレビューとか書きたいと思うんですけれども、まあ、ちょっとね表現したいものがたくさんありすぎて、ちょっとなかなか書けないんですけども、これキンバー。この辺りか、こうキンバーケーブル、あとはこのケーブルそのものはここまでで、これね、ここにこのイヤホンのここが接続できるっていう感じで使います。これ私も IERM7 っていう、逆だ、インイヤーのヘッドホンになってますけれども、こんな感じです。ちょっとね、まあいいですね。でね、これもまたレビューで書きますが、いいところと悪いところと、
音はめちゃくちゃ良くなりますね、やっぱり。あの当然なんですけど、ケーブル高いからいい音になるかって言ったら、まあ、なるんですけど、実際に音がねすごく太くなります。あのバイパスが太くなった感じ、あの低音も高音も、あと解像感がすごく上がりますね。ああすごいなと思いました。あの太いんですよ音がね。どうやったらいいんかな、ここら辺で聞いてるっていうか、もうボーンってくるんですよ、ね、あの、まあ、当然2万6000円もするもんですから、音良くなって当然でしょうと思うんですけれども、これがエクズイエイヤホン、そうそう、びっくりしますよね。そのびっくりが再びですよ。でこの IRM7 についてるケーブルでも相当いいもんなんですけれども、まあ太くなるのでもうドキューンって感じですね。え、そんな音入ってたのっていうようなものも聞こえますしね。うん、以前の方だと、あ、じゃあピマミさんもこれを体験されたことあるんですね。でただネックはやっぱりケーブルがね重たいんですよね。インイヤーはやっぱ軽快さが欲しいんですけども、重たくなるんですよ。それがちょっとネックなぐらい。あとこのこれなんだろうな、私よく知らないんですけど、フェライトコアなんかな、この間のね、これ頭つなげてるところのあれか、かませか、 これがやっぱあのかっこいいんですけど重たいんですよね。これちょっと軽くしてほしかったけど、まあこれが、うん、あるとないで違うんかな。あとはここのねプラグもね非常に重たくて、基本的にもう重いです。それ以外はもう音はもうこの2万6000円の価値は十分にあるし、多分ここはまた新しいもの出たもこれは使えますから、このケーブルそのものはあのよほど厚がいが雑じゃない限りはあの反証ものっていうふうに思ってます。これはあのちょっと思い切ったんですけども買ってよかったなっていうふうに思いました。前は亡くなった時にねガーンってなったんで、もう今回ちょっと後悔したくないなと思ったんで、もう新商品として売ってるうちにも買っておこうと思って思い切って買いました。はい、というようなことで、中村康之のこれ買いましたは、キンバーケーブル社との協力によって開発された発信網構造を採用したヘッドホンケーブル MUC-M12SB2 でございました。ということでこんな感じで、今回ソニー商品でこれ買いましたはやりましたけれども、いろいろちょこちょこなんか買ってますので個人的にあのソニー以外のものもそれもちょっと面白いものがあれば紹介していきたいなと思って、これ毎週やっていきたいと思います。うん、あの未開封のねものとか結構ね家にあるんですよね。買うだけ買って満足かお前はって感じで怒られそうなんですけど、世の中の人に、まあ、あの怒られてもいいんですけども、とりあえず自分が満たされるんであればいいんですけども、あの先週ねあのゼルダの伝説のあのスイッチのやつ出たじゃないですか。あの知ってはる、ゲームしたらない方は知らないですけども、ティアキンって言われてるね、ヒカキンさんじゃないですけどね、あの味噌ラーメンもちょっと食べてみたいですけど、ね、どうでもいいんですけども、あのあれもね開けてないんですよまだ。あのなんか予定がずっと入ってて開けてなくて、あれをやるときはもうあれをやりますっていう時間を作りたいんですよね。だから特装版みたいなやつを買ったんですけども、特装版の中に本とかいろんなものが入ってるんですよ。プレートみたいなものとか飾れるようなものとかね、それをこうやって置いてちゃんとこうやって、あこうかそうかってこれを眺めながら全部見終えてから封をシュリンプを開けてスイッチにセットしてゲームセットしたいんで、こんなことしてるからゲームがね始めれないんですよね。でそんなものがもう割と溜まってきてるんですよ。なんだろうな、この買っただけの安心感って本当にねちょっともうダメな大人
かもしれませんけれども、はい、こんな私です。はい、ということで、以上が、3週間ぶりの3週間ぶり、週刊里内でございました。はい、ということで今日はね、そろそろ終わろうかなと思っております。暑くなりましたね。気をつけていきましょうね。熱中症対策、うん、汗かくお仕事の方は塩飴とか水分補給をこめにしましょう。うん、明日から自転車で来ようかな。暑いからどうしようかな。もう会社に着いただけで汗だくなるの嫌なんですよね。歩いてきてるんですけれどもね。はい、じゃあ皆様もお体には気をつけて、また来週この時間でお会いしたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、そうそう、高評価ボタン、またよかったらポチッと押していただけたら励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様おやすみなさい。さようなら。